オジョルスク市街地、オジョルスク、またはオゼルスクは、ロシアのチェリャビンスク州にある、閉鎖都市であり、イルタや湖畔に1945年に作られた。1994年までは、チェリャビンスク -65、さらに以前には、チェリャビンスク -40 と呼ばれた。1994年に、現在の名称となり、都市としての存在が正式に明かされた。 人口8万6千100人、9万1760。オジョルスクはマヤーク原子力プラントに隣接しているため、依然として閉鎖都市である。マヤークは、冷戦時代にはソ連のピルトニウム供給拠点の一つとして稼働し、現在はロシアの退役した核兵器のリサイクル処理も行っている。またマヤークでは、 およそ9 0キロ平方メートルの敷地内で1万5000人が働いている。マヤクの主な業務は原子力潜水艦、原子力再氷船、及び原子力発電所から出される使用済み核燃料の処理である。商業的にはコバルト60、イリジウム192、炭素14の生産、及び廃棄物を利用した 放射線技術を確立することである。オジョルスク市の紋章には炎の色をした参照魚が描かれており、これは1957年の事故以降の環境状況を表している。南ウラル建設省はオジョルスクでのもう一つの有名な公共企業である。ここでは原子力施設の建設及び建設用コンクリートと建設資材の製造を行っている。 マヤーク原子力プラントは1957年の放射能汚染事故により流が知られた。オジョルスクと周辺の地域はこの深刻な放射能汚染の被害を受けた。オジョルスクには17の市独自の公共サービスが存在する。市内には16の中学校があり、このうちの2つでは英語での授業が行われている。また市内にはウラル技術大学、音楽大学、 オジョルスク工業大学の三つの大学がある。ありがとうございます。